松本千脇松本千脇 -1942 年5月31日は明治から昭和にかけて活動した霊術家、良術家。1872年、伊勢で国学の系統を引く家柄に生まれた。おじは伊勢神宮の神官であった。三重県立中学に入学し、自由民権思想にかぶれたこともあり、この間に仏教の修行を思い立って、 京都小国寺の禅道に入ったこともあった。早稲田大学の前身である東京専門学校に進み、ここでは英語を専修したが、その傍ら図書館に通って、漢学や国学を独学する。1897年頃、婦人雑誌の記者、1905年、日露講和条約に反対して猛烈な運動を起こした。また、東京市電の焼き打ち事件を起こし、 電車値上げに反対して、上野、日比谷で、相乗事件を起こした。1906年には、焼き打ち事件の主犯とされ、3年間の懲役刑に、処せられ、菅も刑務所、小菅監獄で服役。服役中の寒さの苦痛から脱するために健康法を、安室する。出国した後、その健康法を実行して、効果を確かめた。その後、岡田式製座法。 ふとしれ道などを研究。ある時、日本や中国の、非インドの、プラーナにあたるものを、人体放射の音考えることを草案し、呼吸法、霊道法、気合法などを治病に応用するようになった。ふとしれ道の田中森平とは、焼き打ち事件の頃に知り合い、警察の警戒を受けた。田中は1916年に組織を立ち上げで、成功したが、松本は、 その子大佐に起こり、決裂した。主長の中でも、片払いたいなどと田中を批判している。1919年、エマ俊一の仲裁で和解し霊界クラブを葬式し、田中森平、エマ俊一と共に、霊界の三決と称された。この頃までは、東京、小石川に今日構えていたが、1923年の関東大震災で全てを消失した後は、東京、 淀橋に住んだと推測されている。一方、心霊問題にも没頭し、御嶽山、智滝などで修行した。霊学道場を開設して、道場主を務めた。主張の霊学講座を完成したのは1928年。弟子の一人に生態の野口春近がいる。主張の中には、野口生態の勝元運動、雪、行気法、または、それに相当するものが、 すでに詳しく論じられており、若い野口が大きな影響を受けたことが伺われる。1942年、世田谷の道場で死去。居住していた東京都淀橋区の戸籍が戦災で、消失し、没年の詳細は不明であるとされていたが、大宮志郎によれば、1942年没。以下、松本の経歴については、主に、大宮志郎を呼びによる。雑誌、話、 昭和11年10月号。例えば、雪について、霊学講座441ページに次のようにある。次手雪法相手の幹部に片手または、両手の手のひら面を、遠手手一手放射能を揺り込むことで、雪の湯は、送る、木は、一手放射能を意味する。野口も、はじめ、雪の文字を使用していた。大宮志郎。ありがとうございます。